投石用意、放て。時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任に就いた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。荒野に一人男が立っていた。その者、弱きを守ることに身を捧げた強く気高い戦士であった。胸に湧き上がる期待にかきたてられ、男は名もなき荒野を進んでいく。正義の誓いのため刃を交えられる強敵が、己の才能を存分に震える戦場が、この地の果てに待ち受けていると信じて。お前はこの国でも指折りの実力者と見える。構えよ、正々堂々お前と戦いたい。ふん、この野牛十兵衛、もう死闘はせんと思っていたのだが、加減はできんぞ。戦いを終えたオーデンの視界に広がったのは、一面に咲き乱れる異国の花であった。その美しさに闘争の高ぶりはどこかへと消え、眼前の光景に心が囚われた。しかしかの男は王で、誇り高く忠実に最も優れた価値観を体現する騎士である。彼は花景色から背を向けると、再び見果てぬ理想へ歩み出すのである。静か御前の城下商店から数ヶ月後、オーデンは流浪の旅を続けていた。彼は剣をその手に握りしめ、幾多の場所を巡り歩いた。いずれの地にも平穏はなく、闘争は絶えず繰り返される。平和を願う騎士は己の剣を振るうべき場所を求めていた。彼の探求は騎士の治める地にて終わりを迎えることとなる。傭兵となったオーデンはそこで運命に巻き込まれる。己の行動、信念の矛盾に苦悩しながらも、彼は歩み続けるだろう。弱き者のために、祖国のために、正義のために、そして名誉のために。ウォーデンとしてやるべきことをしたまで。